岡田敏夫切り抜き流行ってからすごい勢いで伸びてる。切り抜きなんて何番センチだと思ったのに、やっぱり頭いいな、あの人。あ、ありがとうございます。切り抜きはね、なんかこう、2番センチ、3番センチとかそういうことって多分ないと思うんですよ。僕はあの、これが動画のスタンダードになると思ってるのでですね。だって、ニュースだって、スポーツだって、なんだって、切り抜きでいろんな人が編集した方が、 面白いじゃないですか。現に僕らは誰かの旅行記とかグルメっていうのを食べてるのをですね、頭からお尻まで見るんではなくて、編集されたものを見てるわけですね。これ松岡聖吾っていうですね、偉い学者の人は昔から編集っていうふうに呼んでたんですけど、それを今の言葉に言うと切り抜きになるだけでですね、切り抜きこそが僕は動画表現、映像表現の主流だと思って